第24回全日本大学女子サッカー選手権大会は2015年12月26日から2016年1月17日にかけて兵庫県と東京都で開催された全日本大学女子サッカー選手権大会である。別称はインターカレッジ女子サッカー。今大会は冠スポンサーがなくなり日程が年またぎ開催に戻った。大会キャッチコピーは私、 酒。各世代の日本代表に関わる選手が過去最大規模と大会のレベルは上がってきている。反面、地域実力差や試合感覚については課題が残っている。大会ポスターには慶応義塾大学の栃木よりが起用されている。基本的に大会実施年度の JFA サッカー競技規則に従い、 参加チームによるノックアウト方式で3位決定戦も行う。その他の事項については、女子委員会において、競技の上決定する。主な独自規定、背景色濃いめのチームは優勝経験校関東第一から3、北信越第一東海第一関西第一点に中国第一の代表校には、シード権が与えられ、 同地域同士が同じブロックに入るのを避けられている。また一回戦での同地域同士の試合も避けられている。準々決勝は瀬田大学 V 姫路、独協大学2位が大量福祉大学 v 日本、大育大学徳山大学 V 向川女子、大学静岡産業大学 V 神奈川大学、準決勝は瀬田大学 v 日本、大育大学徳山大学 V 神奈川大学3位。 決定戦日本体育大学、V 徳山大学決勝戦早稲田大学、V 神奈川大学、フェアプレー賞はベスト4進出チームの中から選ばれる。ありがとうございます。